上地ダムは昭和40年代に、三重県島市五町の上水道の水源として、磯部町襟原の二級水系磯部川、水系磯部川に作られた均一アースダムである。島市磯部町襟原上地を橋、上地湖に沈んだ旧道上地ダムは、上水道の水源だけでも余力がないため、水力発電が行われておらず、水資源の豊富な三重県では、珍しいダムである。 上地ダムは同時期に計画された伊勢有料道路が上地湖砂岩を通っており、上地湖には54.0メートルの1号橋と105.0メートルの2号橋の2区間に分かれている。上地大橋と90.7メートルの入原橋が掛けられているほか、園庭上で上地湖を渡る区間がある。伊勢道路からの自動車転落事故などを想定し、上地湖にオイルフェンスが張られている。 下水時には、上地湖に沈んだ、旧剣道山田な霧線が見えることがある。上地湖より、上流に、エリハラの水穴と呼ばれる、小乳道があり、そこから流れ出る水は、名水百線に選ばれている。水源に、名水百線があってもダムに溜められた水は、よどんで水質が悪化するため、上地湖では溶水塔に送風し水流を作る、エアリフト式の強制循環を複数箇所で行う。 ことで水質悪化を防止している。リアス式海岸で知られる島半島南部の島地方は長年水不足に悩まされ続けていた。この地域は日本では比較的多ウであるものの山がちな地形には大河川が存在せず平地は海岸付近が多いため井戸を掘っても塩分を含み引用不適になることも多々あった。第二次世界大戦終戦後にこの地域の 観光地開発が進むにつれ水需要が増大し、上水道と農業用水確保のために1960年に上地側へのダム建設が計画された。上地ダムを保管するとともに、上地ダム完成以前に上水道を供給するため、重力式、コンクリートダムのエリゲンダムが1967年8月に着工され、上地ダム建設に先立つこと5年。 翌1968年に完成した。エリゲンダムに隣接して作られた浄水場からの送水管の工事は1966年より開始されていたため、エリゲンダム完成から3ヶ月後の1968年11月から給水が開始され、上地ダム建設途中の1971年5月からは1日、最大給水量1万840トンとなった。 エリゲンダム、エリハラダムの使用所言は以下の通り。エリゲンダムは、包み高が15メートル以下であるため、日本の河川法では、堰となる。後述する南西島水道からの給水開始後は、エリゲンダムは、メンテナンス時に閉じられる以外は常時開放に近い状態となった。上地ダムは1974年3月に、完成したが、 計画当初よりも水需要が増大していたため、農業用水の利用を断念するとともに、完成直後の1974年4月から1976年3月まで拡張工事が行われた。上事故、延長7537メートルの消火線に、杉内磯辺川が水源では増大する。水需要をまかないきれず水不足が生じ、1992年4月より、 松阪市の串田川上流にある、レンダムを水源とする南西島水道より、最大1万トン、日が給水されることになった。南西島水道は、櫛田川中流の三重県滝郡滝町の滝浄水上水場から給水され、レンダムは櫛田川の流量調整に用いられている。滝浄水上水場からの送水管は、 水資源が豊富な三十県中税地域から、島市同様に水不足に悩んでいた南伊勢町への給水が目的で、渡来郡玉城町昼田から宮川を渡り、伊勢市佐八町より宮川を遡り、サニーロード沿いに山を越え、渡来郡南伊勢町船越に至る計画であった。これを、南伊勢町船越から、東方の島市浜島町まで延長し、 上地ダムと合わせて最大4万千トン、日の給水能力となった。南西島水道は、島市以外に、鳥羽市へ給水され、イラゴ水道に位置する離島の上島の水源になっている。これまで、三重県企業庁が管理、運営してきたが、平成の大合併の結果、島水道の給水自治体が、島市のみとなったため、上地ダムや磯辺浄水場など、 島水道は2011年4月1日に三重県企業庁から島市へ譲渡された。島市上下水道部では譲渡に際し、水道課を水道総務課と水道公務課の2課に分割し、磯部浄水場に水道公務課を設置した。ありがとうございます。